ボンブジェジノは、ポーランド、クヤビポモージュ県の町で、ボンブジェジノ軍の軍と、ドイツ語名はブリーゼン、トルンの北東約35キロメートルに位置する。1920年に、ノーベル科学賞を受賞したワルター・ネルンストが生まれた町である。古い通称路が2つの湖、フリーデック勢とシュロス勢の間を通っていた。8世紀、そこに、 スラブ民族が住居と防壁を建設した。考古学の研究によれば、これがボンブジェジノの起源である。ボンブジェジノは古代スラブ語で、カバノキの間という意味である。クルムラントの一部であった町は、10世紀に、ポーランド港、ミエシュコ一世によって征服され、ポーランドに組み入れられていた。13世紀初め、プルーセンビトがこの地方の集落を略奪するようになった。 これを防ぎきれなかったマゾフシェ高校らとはドイツ騎士団の助けを借りることにする。プルーセン人はポーランドの他の地方をも脅かしていたのだ。1231年、騎士団はクルムラントを受け取り、ここからプルーセン人への反撃を開始した。この頃初めてボンブジェジノが記録に現れる。1243年7月28日。 ローマ教皇特使ビルヘルム・フォン・モデナによって、騎士団の征服した、プルーセン人の土地のうち、3分の2が騎士団に、3分の1がクルム主教に属するものとされた。1246年4月19日、教皇インノケンテウス4世の名において、クルム主教がボンブジェジノの主人となった。1251年、シトシモン、シト、ユダ・タダイ共同教会が建てられた。 騎士たちはこの町をフリーデックと呼ぶようになった。14世紀初め、クルム主教ヘルマンフォン・プリズナによって、共同協会が石造りで建て直され、支壁が作られ、城が町の北西に建てられた。城は1773年までクルム主教が居所にした。ポーランドとドイツ騎士団が戦った13年戦争で、町と城と周辺の村は完全に破壊された。 1466年、第二次トルンの和訳によって、町は、リ領プロイセンの一部として、ポーランド・リトアニア共和国に併合された。スウェーデン・ポーランド戦争の最中、1655年、スウェーデン軍によって、町は大きな打撃を受けた。1700年には、火災によって、町の主要部が焼け落ちた。1772年の、第一回ポーランド分割以降は、 プロイセンのものとなった。ただし、1807年から1815年までは、ワルシャワ公国である。1788年、ブリーゼンという名前に変えられた。その後、西プロイセンに属するようになった。1792年、再び火災を起こした時、町の再建には、城の石材が使われた。ブリーゼンの主な産業は、農業とビール醸造であった。 19世紀中頃には、ブリーゼンにも工業化の波が押し寄せる。街は、便利な位置にあったので、工業化に必要な道路と鉄道は1848年までに建設され、市電も整備された。1900年代には、セメント、人造石、機械工業、自動車組み立て等の工場があった。近代化されたビール醸造所、乳製品工場、製粉所、 レンガ工場等もあった。1887年、西プロイ選手ブリーゼン県の県都と,となっている。1920年1月20日、新生ポーランドに加えられた、ボンブジェジノと呼ばれるようになり、ボンブジェジノ軍の軍都と,となった。1939年から1945年までは、ナチスドイツの占領を受ける。この間、3500人のポーランド人がポトリチェの、 強制収容所に300人がトルンの強制収容所に連行された。彼らの土地は奪われ、代わってガリツヤやベッサラビアの民族ドイツ人が移住してきた。1945年1月24日、パーベル・バトフ率いる赤軍第65軍が侵攻。刺したる抵抗はなく、損害は小さかった。この地域の戦闘で命を落とした121名の 赤軍兵士がボンブジェジノの墓地に埋葬された。間もなく他の占領地域と同様に NKVD の浄化が始まる。浄化は同年2月中頃まで続けられ、市内の261人を含む776人がソビエトの強制労働所に連行された。そのほとんどは数週間のうちに移送中、あるいは強制労働所で亡くなった。 被害者の多くはポーランド市民でドイツ民族リストのカテゴリー3に挙げられた人々である。年齢は14歳から75歳、女性は32.8%であった。1945年、ボンブジェジノは再びポーランドの領土となった。1975年に一旦軍との座を失うが、1999年に復帰した。ありがとうございます。